なんか俺運動会で思い出したけど、スタイリッシュヌーブと焼肉行った時にさ、全力疾走したじゃん。あの時、本当に何年ぶりだろう。ジムでこう走ったりとかはしてるけどさ、マジで全力疾走が久々すぎてさ、あれでめちゃくちゃ腰悪化したんね。実を言うと。で、なんか全力疾走したんだけど、なんか体がマジで重いように動かなくて、なんかやっぱ年取ったんだなって思うわ。なんか俺割とまだ20代前半くらいの気持ちでいるんだけど、でも数字で見るとやっぱ33年じゃん、今年。なんかやっぱ若くないんだなって思った、ちょっと。なんかね、俺体硬いんですよね、昔から。最近マジで、インストラクターついてるジムとかの方でも、今ジム2つ契約してて、そっちのそのインストラクターの方が週に1回で、なんかもう1個の自発的なやつはもう1回行ってるみたいな言ってんだけど、なんか体が硬くて、なんかもう1個のそのインストラクターの方はなんかストレッチメインみたいな、体を柔らかくするためにみたいな、なんか風呂上がりとかすげえストレッチしてんだけど全然硬いまんま マジで柔らかくなんない。あのね、長座体前屈やるじゃん。体育の体力テストの時に、こうやって、こうやるじゃん。あれが、体が前に行かないのね。まあ、座った時に。普通だったらさ、90度くらいになるじゃん、多分。腰立てて。なんかね、腰立てれないの。硬くて。やばくない？そう、骨盤が前行かないの。これマジなんですけど、マジでやばくて、多分それ。多分そういうのが、怪我につながると思う。毎日毎日、なんかこう、ちょこっとちょこっとストレッチやってんだけどね、足周りが、その股関節周りがマジ硬いなと思う、多分。本当に。だから足のつま先に手ついたことないもんね。何このさ、バロラントのこのロビーの音楽。何このなんか雑談の BGM みたいなやつ。今気づいたけど。あ、でもベッドは合ってないかもしれん。なんか、言われたことある。なんか俺さ、シモンズのオーダーメイドでなんか長いやつ作ったんね。長身用のやつ。なんだっけな。なんかゴールデンなんちゃらみたいな、ゴールデンバリューみたいな感じの種類のやつ買ったんだけど、初感ね、一回店行ってさ、寝たんだよ。しもずいっぱい並んでて。で、やっぱさ、初心者ってさ、沈むベッド好きなんだよ。柔らかいやつ。触りね、硬いやつのよりも、柔らかいやつの好きなんだよ。あ、これいいってなって、買ったら、ダメなのって、柔らかいのって。寝返りがまずね、打ちづらいんだって、柔らかいのって。で、腰も、浮くのかな、多分。多分その、腰ってどうしても反ってるじゃん、ちょっと。で、背中と、ケツが、まあ一番こう体重というかかかるじゃん。で、沈むと、その分腰が今度浮くわけだよね。隙間ができちゃう、多分。それで多分、腰痛になるみたいな。反り腰になるみたいな。だから多分硬いやつを買わなきゃいけなかったんだ、俺。柔らかすぎた。俺ね、あれ行ったんですよ。シモンズのお店に行ったんじゃなくて、なんだっけな、あそこ。なんか、港南みたいなさ、そういうとこでも取り扱ってるじゃん。島中かな。島中に行ったんよ。確か。島中に行って、なんか、じいさんに負けてもらったんよ。なんか、実際に買うと、なんか、ベッドフレームとか全部込みで50万とか60万くらいかかるやつが、なんか30万でいいっすよって言われて、マジかよ。買っちゃったんですけど。
でもなんか日本人の体はシモンズには合わないみたいな話も聞いたな。なんかフランスベッドとかの方がいいみたいな言ってなかったっけ、誰か。引っ越すタイミングでもう一回買おうかな、俺ベッド。大事だよね、寝具って。どこで買った方がいいのかマジわかんないわ。これ。マジ誰か詳しい人についてきてほしいくらいだわ。なんか結構一生もの買い物じゃん、ベッドって。わかんない、マジで。本当に。本当にわからん。打足さん、詳しいの？打足さん。詳しいの？寝具に。いや、だからさ、俺と似た体型の人っていないじゃん。だからなんか、どうすればいいのかわかんない。なんか多分その手のプロの人たちじゃないとダメだよね。多分俺一人よりも長いはずじゃん。背中から腰にかけて。だから多分すごいんだと思う。その、だから本当に硬いベッドじゃないとダメなんかな、やっぱ。大谷翔平大谷翔平さん何使ってんだろうな。シモンズ製がいいんだ。ちょっと柔らかすぎたんかな。じゃあ大谷翔平ツイッターやってんのかな。やってる？ちょっとフォローし、ベッド聞くために。大谷翔平ある？なくない？野球のことじゃなくてベッドの音聞いていい？ダルビッシュも同じ東北つながりでさ、聞けないかな、ベッド。野球のことどうじゃなくて俺ベッドのこと聞きたいんだけど、彼らに。はじめまして、いつも野球応援してます。ところでベッド何使ってますか？ダルビッシュならうんこちゃん経由で聞ける。マジか、聞いてみよう。じゃあ